はい、どうもこんにちは。ファミ通編集部の佐々木希子です。ファミ通アップのみーこです。はい、もう連続してこの挨拶してるんで、もう何が何だか分かんなくなってきましたけども何回か分かんなくなっちゃうやつ、はい、連続して見ている方はちょっとさせていただけるんじゃないかなと思いますけれども、はい、第4回を迎えましたこのテラバトル、そうです、究極攻略、攻略本当になんかあんまり攻略してなくない、まあ、いやしてますよ、しっかりてる、大丈夫、情報を届けてますもん、そう、ね、ちゃんと、まあこの番組ですね、はい、iOS、Android 向けのに絶賛配信中の、テラバトルのさまざまな情報ね、はい、攻略、お役立ちなどなどをお届けしていくというこう番組なんですけれども何それね、お届け感、お届けポーズ、今回はちゃんと攻略します、します攻略っぽい感じの ね内容にしたいと思います、はい、で、その攻略するのはですね、結構ですね、こうウィキとかの方のコメントでも、うん、序盤で詰まることが多いんじゃないかと、はい、コメント見てると、7章の最後10ステージかなのマントルドラゴンさんを、はい、攻略したいと思います。私詰まりました出た、みーこちゃんも詰まったと、もうこれ本当に辛かったです、これこれ辛かった、携帯投げ出す、パーンってやってます、まあ、そんなみーこちゃんでも簡単に倒せる方法が、なんだ簡単っていうとちょっと語弊がありますけど、語弊ありますね、はい、あるのでそれをちょっとご紹介しようと、はい、お願いします。これまた途中からなんですけど、はい、時間の関係で短縮ですね、はい、道中は飛ばしてます、はい、で戻るとこれボスの1個前、1個前、なぜかっていうとここが大事だからです。なるほど、はい、じゃあまずはですね、このマントルスライムなんですね、このわあ、ドロドロしてますね。そうです、野獣です。野獣です。これ野獣なんですか、ね。野獣ですこれ。じゃあこれまずちょっと数減らしましょうか。はい、こうググッとね、いって、うん。なんかギュイギュイってますね。そうですね。今回もちょっと僕のデータの中ではレベル低めの方たちを一応集めてきてますけど、まあだいたい適正レベルだとザコは。まあ、一発、まあ言っても二発でぐらいで倒せると、うんうん、でですね、まあ、ちょっとバルさんのカウンターが炸裂しましたけど、危ないというか、まあ大丈夫ですで、この一匹残ってる状態、はい、まあ二匹でもいいんですけど、うんうん、でこの次のボス戦マントルドラゴン戦に向けた一手をこう打っておきたい、うん、ほうほうほう、だからこの前のステージが大事です。なるほど。で何をするかっていうと、この一番右下、右下、画面右下のゾーンですね、うん、要はこの赤いところはダメージゾーン、あー、ダメージ優雅なんですね、すでに皆さん何度か経験されてる方、うんうんうん、トゲトゲがのやつとかと一緒です、うん、でじゃあバルさんをこうここに置いときましょう。でこれで一応下準備は完了です。なので、うんうんうん、このマントルスライムさんを、まあ、倒しましょうと。ほうほうほう、今一人隔離するんですね。まあちょっとね、どうした、そこに色とどうした、なんかミスりましたね、全てを。ちょっと今あれ倒したと思ったら、マントルスライムさんちょっと強いですね。あ、ちょっと、ま、パワードポイントですけど、まあいいです。いや、まあまあたまりますね、そういうこうガガッと、まあスライム系っていうのはこういう特徴を持ってたりするんで、うん、まあご利用しても全然問題ないと思います。でまあ本題のマントルドラゴンさんなんですけど、はい、ここだ、ボス戦ですね。要は2体出てます、上下に。あれ本当だ。でまず下が行動開始まで1ターンで、うんうん、上が行動開始まで1ターン、1ターン。でこのマントルドラゴンって、そのこの炎を縦にですね、うん、なんとこの横のラインしか動かないんですね。うわ、結局卑怯な、まあそう極端なことを言うと、そうちょっと卑怯かなと。そう、ずるい、あいつらずるいぞと。ずるいよ。で横にしか動かないので、結局、うん、ハサミに行くのにここないところが1個しかないから絶対挟めないじゃないですか。そうですね、ダメージ床を通らないと。で、ね、なんで絶対挟めないためにはダメージ床を通らなきゃいけないんですけれども、うん、そこでこのバルさんをさっき右下に置いておいたことで、これもう挟めるじゃないですか、これ安全にダメージ受けないで、大丈夫だ、本当に何も受けない、はい、なのでここ大事です。で
もう一個なぜそれしなきゃいけないかっていうのがあって、うん、このマントルドラゴンの縦の列が合うと合体技使ってくるんですね。合体技、そう、ほうこれね、だからね、これ見たら書いてあるんじゃないかな、そう、このマグマフォース縦3列ってやつが合体技なんです、うん、なんでそれもう避けられなくてダメージ受けちゃうから、それでダメージ受けちゃうとそのダメージが踏んでさ、ハサミに行きにくくなっちゃうじゃん。なるほど。そう、だからあの速攻で片っぽ倒したいんです。そうですね、本当に。なのでいきなり挟めるようにこの一人キャラを右下に置いておこうと。なるほど、いうことなんですね。大事大事、これ本当大事、これすごい大事です。だから、まあ、じゃあいきますよ、はい、これこう、まあ、挟みにいきますと、はい、で結構、まあ、ボスなんでそんな簡単には倒せないんですけど、うん、多分2ターンあればいけんじゃないかなと。倒して、ちょっとこれ怪しいですね、怪しいですね、硬いですねこれね、硬い。でこうマグマ流しに、これはまあいいんですよ、一旦だから、うん、一旦っていうか、あの一列一列、これ合体させるとまずいんで、そうですね、じゃあちょっと一人このグレースあたりをいきますかね、ググッとお助け、お助け、いけ、倒していけるか、うん、あー残っちゃった、え、何やびっくりした、ルドラゴンさん硬いですね、いけたと思った。それでこうブレスアタック痛い、マグマ、これ合体だ、うわうわうわ、危な、大惨事ですよこれ、怒れた、とんでもねえとんでもねえ、本当に。それでですね、もうこれどうしようと、これやばいですね、本当は一発で倒せるのが理想なんですけど、まあ、こういうこともあります、まあ、そうですね、でブレスアタックで弾き飛ばされちゃうんで、うん、こう体勢が乱れるんです、そう、ただもうこれは言ってもしょうがないので、まあ、そうですね、慌てないでバルさんを犠牲にしましょう、すいません、すいませんバルさん、本当に一匹さえ倒しちゃえば、そうですね、なんとかなると思うので、じゃあもうこう挟みます、これさすがに倒せるでしょ、まあ、倒せますね、さすがに、よし、はい、いけますね、倒しました一匹、お、しかもドロップしましたよ、マントルドラゴンを、いや本当にいいですね、美味しい、でもこれバルさん、あの熱々のとこにいるんで、すいません、またごめんなさい、あ、あ、バルさん、あ、バルさんで、まあ、バルさんの死を無駄にしないためにもこれ倒さなきゃいけないんですけど、今度マントルドラゴンも上に1匹だけ、うん、で左右にしか動かない、うん、ってなると、まず一手としてここで待ち伏せです。そうですね。でここで待ち伏せしておけば、1個、うんうんうん、1回この床踏むだけで、そうですね、ここに来れば挟めるじゃないですか。そうですね。だからで、まあ、全体的にこう右にこう寄せていくと、こいつはここに連携がつながるから、ほうほうほう、あのこういう風に並べとくといいってわけですね。そうです。でこれ以上こっち来れないんで、セーフティーゾーンでもあると。あ、なるほど。要は縦の攻撃、ほら本当こういう風になるわけですよ。全然受けない、これも楽勝じゃないみたいな感じでしょ、うん、だからここでじゃあバグノさんにこうガツッといってもらって、ね、お願いします、こう挟みますと、およし、そうするとこの全員連鎖しつながってるんで、うん、ちょっとダメージ受けたやつもここの縦の列に入れていけば、こうほらガバッと、お、回復しますし、ガバッと回復するのは僕のレベルがちょっと高いっていうのもあるんですけどで、まあ、ブレスアタックで弾き飛ばされちゃうんですけど、これもう挟める状態で吹き飛ばされたんで、これはこのまま行くんですけど、そうじゃない時は一遍また待ち伏せをやり直すというのがあのやり方です。だからこれ正直さっきバルさんが やられちゃいましたけどみたいに、その1人2人やられちゃっても全然いけるんで、諦めない、そう、諦めない心が大事です。大事で、こうもうもうピュピュッとこう、そう、はい、で、このやられちゃっても勝てるっていうのはやっぱり最初に一気にこの、まあ、倒したからですね、倒したっていうか倒せなかったんですけど右下のマントルドラゴンのヒットポイント減らして、まあね、極力被害を少なくして、ね、倒せたことにより合体攻撃を封じて、待ち伏せ可能な状態になると。なるほど、
こういうですね、前のバトルの一手が、うん、その次のそうですね、命取りになるバトルのをすごいこう、うん、一気に楽にしてくれるっていうことがあるので、本当あれ忘れるだけで本当に命取りですか、もうそれで何度死んだことか。そうです、結局ハサミに行くのにもう踏まなきゃいけないは2ターンかかるから、そのとんでもないです、ね、倒せないわ。でまた吹き飛ばされてわーってもう何回も踏まなきゃいけなくなっちゃう、ダメージ化とかはね。なのでもう最初からもう1ターン目からガツガツいけるように準備しておこうと、本当に大事いうのがこのマントルドラゴンの攻略法。これはですね、珍しく我々としては役に立つ、そう、いやもう前回からちゃんと役に立つ情報は言ってますそうですね、けど一番活用できるんじゃないかなっていうのは、はい、これが始めたばっかりの人でちょっとまだ1週間2週間での人とかは結構この辺り来るんじゃないかなっていう、で詰まりやすいと、そうですね、いうところなので、ぜひ今の一手を忘れずに、はい、参考にですね攻略していただければと思います、はい、というわけで今日はここまで、はい、はい、マントルドラゴンを攻略したしました。はい、じゃあまた次回、そうですよ、また次回の前にちょっとチャンネル登録の方お願いします絶対ですよ。これ増えてんのかな登録増えてると思います大丈夫、信じてますから、はい、バイバーイ。